く掛か哲夫は、日本の建設官僚、政治家。君党は朝日大受賞。参議院議員、衆議院議員、通商産業省政務次官、環境副大臣、国家公安委員会委員長兼内閣府、特命担当大臣、参議院政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員長、自由民主党参議院政策審議会長などを、歴任。 石川県金沢市出身。金沢市中を経て1950年に第4、高等学校を卒業し、1953年、東京大学工学部を卒業した。1953年、建設省に入省し、道路局長などを経て、1985年12月27日、建設議官を最後に退官した。 1986年と1992年の参議院議員通常選挙に当選した。1998年には落選するも、2000年の参議院議員補欠選挙で復帰し、2001年の通常選挙も当選した。その間は自由民主党に所属し、党内派閥では、政和政策研究会に属した。その間、通算政務次官 環境副大臣等を歴任。2005年10月31日の第3次小泉改造内閣で国家公安委員会委員長として初入閣し、合わせて有事法制担当大臣、内閣府特命担当大臣も兼任した。2006年、高齢を理由に党県連が候補差し替えを決定したため引退を表明した。その後、2007年に 党決定に反旗を翻し、県政の中心勢力である新進石川の支援による無所属での出馬を検討したが、最終的には断念した。2009年の第45回衆議院議員総選挙において、民主党公認で比例北陸新越ブロックの単独候補として出馬、当選。また、金沢工業大学にて客員教授に就任している。 教員としての専門分野として、総合交通対策、道路計画及び、建設、防災政策、環境政策などを挙げている。2012年、第46回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退。旧政中学校及び、旧政高等学校出身者としては、最後の国会議員であった。政治家としての思いは、寒難難事をたまにするである。 ありがとうございます。